よかったよかった、関門突破。おう、梅原の梅、松田の松、竹内の竹、この3人で 3-4-3 ね、出たよね。俺梅原黒猫で龍豪鬼ユン、一回目衣装部しないと蹴られるぞ。梅ちゃんありがとう。梅ちゃん本気でいけよ。許された面接。はい、竹内わら冷静に始まりだ。そろそろ梅ちゃんに覚えられてるな。竹内わらわらキムチャンが出てる。人生失敗。竹内って誰？うわ15連勝。黒猫はいない。梅ちゃんカバンツデージ全部ってリバンドない。チーム連勝わらわら、まだ連勝ばっかりして。さあ梅から出しにしようぜ。さあチーム連勝、チームバランス良さそうだな。チーム連勝わら、チームインスデー梅のつらいなの。何もやってるな。銃を意味やめよう。パーナス。梅ちゃんちゃん、梅ちゃんは友達なんだよな。無線よ、お返しされた。さあ、次は誰のローキングを決めるようにしてください。梅松竹、次は、ロス、連勝やめていこう。ロスジック、将来的ペイントさんとしていこう。連勝止めていこう。刺さったね。ちょっと待って、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 上見てんだろこれ。飛べよ、飛んでこい。まあまあ飛ばねえな。しかも俺が飛んでる時だけハード打ってないんだけど。マジエリオンドン、レーダーから投与。エンタムさん、きっちりしてますな。最近やばいなやつか。こちらにも実践されるの。みんな勝ちに、相手配信見てるわ。地上戦の鬼、この人更新失敗しまくる。みんなには見えないんだよな。全然。離す。うわ、ごめん。許して。あ、これやめた方がいいのか。ウィーイ、許してくれたね。いいんじゃない、連勝ストッパー。わらわら、リカバーの仕方うまいな、さすがだな。うめいいすべりだし。じゃあちょりちょり、連戦うめさんと連戦。連勝されていく。梅ちゃんさんと連戦、誰も入ってくんじゃねえぞ。誰も入ってくんねえお前。梅まつ黒猫、お前ここに加われよ。梅まつたけ、あいだもう食らうわこんな。あーごめん、うわお前、うわちょっとラグってるわこれ。やっぱ今日今日ラグってる。レバー入れてんもん。いやもう勘弁してよそういうの。なんとかピーだけは。なんとかピーだけは。いやーもうこう絶対ハード打たねえんだもんなお前こいつ。
わらわら。ここあんだけ波動打たないんだよ。あんでいなかった。ここ厄介だな。無線だよ。お、誰もいない。いいね。空気読むよ。ここバリア。ここバリア強ない。強すぎんご。X 絶対知らんのかいない。あなたの選手で波動を挟んでるな。今から怒ってる。今切れてるな。わら。こいつよ。ミュート狙ってるからこういうことになる。そのテッカン2回。いや、俺、駒投げには行きたくねえんだよ。わかる？駒投げ使ってから、だいぶ中盤、大盤、大勝利入んだよ。わらわら。勝てよー。まだ続く。梅原に駒投げはもうちょっと無理。梅ちゃん対1。あ、ごめん。これどうすりゃいいんだよ。いや、もう。どうすりゃいいの。ちょっと波動拳しかしないんだけど、この人何もできない。波動で済むなや。今黒猫入ったの。今波動体験してみたいな。今のいいね、これ。投げ2人見てから中盤 EX にしよう。今の完璧でしょ。完璧な差し返し。お、飛び落とせなかった。本気を出せ、梅ちゃんが。本気を出せ、本気を出せ。今のピンクの下を持ちなかったわ。お前さんとも気合強いよな。あの、いや、これでかいダメージやばい。まあそうだね。そうですよね。まあスパコンがあるから、こっちには。自分手に引き下げないのかな。通ったくやられ。後で動画アップ頼むわ。さっきから思ってるんだが、あの人の表現者にも FGM してる役。梅さーん。わらわら。梅さんことさ、波動に強決算しないんだな。電車の飛び出しだけの初めてにしてまし。間違いが勝てなくて、どこが勝つんだよ。真剣にやれ、真剣にやれ、真剣にやれ。梅。梅さん、わらわら勝って、わらわら。あん。気合いだ、気合いだ、気合いだ。それもう確定だからな、次からコパンが。本気を出したら勝てる、本気を出したら勝てる。上に来てないね、上に来たら勝てる。魂の第二章。玉組職人、切り替え大事というのできないから。召喚だけ完全に封印してるわ。確定って中間まで確定するでしょ。え、チーム松竹梅？チーム松竹梅完成したんだけど、これ松田、梅原、竹内。松竹梅部屋完成しました。竹、あのこの後期竹内さん。三音始まるわらわら、完成。竹内です。第二証拠してるだけじゃねえかと思ったら、梅ちゃんの醤油コスモス。承知くらいわらわら、梅ちゃん。わら、梅の状態完成のリクエストのリスクリターンが合ってない。わらわら、来た夢にまで見た承知くらい。承知くらい、わらわら、梅ちゃん。尺ない、わろた、わらわら。前のにかかったら見てるな。承知くらい、ええな。松が一番青春。承知くらい、おめでとう。松が一番レベル高いな。なんで名前知ってんの。3人になると3人配信者だからってか、そんなことあるからだよ。梅が大当たり、竹が外れ、黒猫自体わらわら、梅からの木が固定し、全員産業なんかいいね。流れなくイメージに時代だって言ってんの。これは黒猫、梅が一番運営してる感じでいいね。黒玉も放送しろよ。大猫は黒猫だよ。黒猫が固定しそう前。え、大きい草もみたいな。黒猫ケロ、竹が一番人生しそうだね。このメンバーの会話見てみたいわ。わら、あった、あれ、梅は黒猫、わら、黒猫の新物草梅でよくない。抜きたむね。あー、ごめん、出なかった。
さらに一回も勝てるかと思い舐めてるな。俺が勝ちに行くかいかな。だけは小学生の中での最弱。で、この後は梅原も出ていったよ。オッケー。さすがに竹には負けないでしょ。ささげない、そんなことないらない。これ竹いる、中国産の竹いらないわ。さあ梅松対決。何してんのかな。食い竹物足りなくない。おい、この竹、竹の子じゃねえか。松と竹が梅より強くなればいい。ヤン使った後に運使うと簡単すぎてやばくない。竹の子やばい、簡単すぎる。いいね。いや、この部屋いいわ。松竹梅、黒猫抜けんなよ。まだ松が一番浅いって知ってる。本気を出せよ。蹴られるまで抜けんなよ。梅ちゃんの大きさみたい。梅ちゃんの大きさも見たい。俺に勝ってほしいわ。全力でやれ、全力でやれ、全力でやれ。俺に勝ってくれ、梅ちゃん。見てても楽しいよ。梅ちゃんのゴロミークさも使いたい。次と簡単に梅出るかと解読してコメントもらうよ。梅ちゃんのありがたみ減ってない。梅ちゃん、無理で大福代揃ってしまったか。来た。エンタムそれはちょっと。あなたさ、最近梅ちゃんの動画とかで見られてるらしい。梅ちゃんのレギュラーやないか。うわー、コパン出なかった。勝てるぞ。勝てるぞ。勝てはそろそろ消えられるな。今回は本当に梅さんに依存してるで。はい、こんばんは。完璧に勝て、完璧に勝て。チコピー、チコ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 。普段の時はバックステにしてるんだけど、勝負かける時はやっぱ前進するね。あ、ごめん。昇竜バックステる時もあるけど、さっき前進してたもんな。さすがに完全してるお兄ちゃん、誰もごったん。これお兄ちゃんが気合ってるわ。ハルーク、うわ、やってるよ。いや、なんだなんだなんだ、もうしょうがない。まだ全然温まってないからな、これ言っとけば。梅ちゃん肩がっちがちで、ね、中手くらいで勝者かめったやめろ。負けんな、おい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 。中鉄なんだ、第2章分かった。梅ちゃんの中で6体上やってるから言い訳が大事。うわー、ごめん。まあ、よかった、やっと勝ってくれたね。連勝してるから。これで梅ちゃんの豪気戦が見れる。自己破壊も強くなって、今大好物の満足してるわ。自体数多くなってきたぞ。自体数多くなってきた。相手の気持ちよ。相手の気持ちよ。なぜ逆に小対空じゃなくて、自体数背負ってるの。これは楽しみだな。なんで逆に小対空じゃなくて、自体数。黒猫ってなんで悪名も違うの。黒猫初めて、梅さん。黒猫初めて。どうしました。私の開いたゴロミークさ。私は派手に辛いのシールと被ってるんだけど、一番弱キャラでやりたいだけが誰。だけ一番弱キャラでやりたいんだけど。ハカンとか、まあ、ダンとかもそうかな。でダンは十分強いな。ハカンも十分強いな。あんまいないよな、最弱キャラって。もうこいつ梅さんうまい。投げ吸われるねこれ。これは、まあ、箱、あ、PS だと最高は6500。箱だと5700。うわっ、めったなことすんだよお前。いやー、昇竜、昇竜拳何もフォローなし。黒猫めったなことするなお前。竹が気に入ってるな。ああ、わら、この頃には私には全然でなかったな。順番に手に入れてもらいたい。台足いいね。さあゲージマックスに近い。うわー、台足コパンコ3。あー離すね。
うわ八大番対空。あー死ぬぞ。あーかわいそうに。クロちゃんもうちょい引きつけてたら、ちょっと早すぎるね。惜しかったね。でもちょっと早すぎたよね。今の梅もしかしてウルコン釣った？あ、上原がウルコン釣ったんだ今の。すごいな、ウルコン釣りの EX 少女だったんだ。ウルコン誘いの？うわ。無理やり。無理やり。うわ、なんだ。お前の前、クイクイしてきた。真剣にやれ。いやーそうそうそう、分かってる分かってる分かってる。非常に見やすい。お前最低と怪しいだからいいんだな。松田の地合い、松田の地合い、遊びじゃねえぞ。え、さすがに。ああもうクイック取れねえのか、真空は。真空は受け身取れないね。打ち解きだった。いや全然遠かったあれ。いや抜けらんないよこれ。最近梅原で見つけない。デスクトップで梅さんちょっと疲れてるようにも見えるね。より遠かったろ。いいぞ。もうさすがに梅ちゃんに覚えられたかな。勝てるぞ。うんち速度はねえだろ。プロゲーマーにゲーム機に乗ってたのよ。プロゲーマーがゲームしないと。あーごめん。画面が高まってない。いやごめんごめんごめん、許して。はい、スパコンフィニッシュ。はい、処理です。いいの、格ゲーは結果だから。家庭より結果なんです。いくらクソみたいな試合をしても最後に勝った方が勝ち。わかるか。わかるか。掃除用具ちょっとな。今梅ちゃんとのカウントどんぐらい、いくつだろう。3、2ぐらい。あー美味しい、でかすぎる。うまい今の。今のうまいね。いや黒猫抜けんなよお前。気持ちよくなるがかりだからお前。今のは勝ってる。これうまいの。気持ちよくなるがかり。
黒猫は必要。よい、およい、竹、折れる、竹、切り合いよ、竹よっぱ、わらわら、わらわら、処理すぎない？言っとくけど、俺の PP4400 っていうのは詐欺だから、これ。竹、竹切りして、6900あるよ、これ。あなたさ、黒猫に絶対させる順番じゃない？あなたいるかよ、目はいつも単純に状態を変えるのに、手が無能すぎる。え、黒猫じゃ負けんのやつか、この人全然嫁さんと気合いできてませんやん。あなたは、エンタメラ系の仲良くわからんの、最近嫁さんと気合いできてませんやん。お口直し要因です。そう、黒猫邪魔、センタルは手前に4400ってのはまずおかしい。これ表記のミス。何もやってないよね。うわ、まい、手出しちゃうね、どうしても。手出しちゃうな、あれ。前歩いてきて、お前中小竜なんてやってきたら、見てないもん、画面。チコラの気持ちはウメちゃんが一番知ってる。なんで確定結果を追い出されたの？コミュゲンだから。あー、嫌な流れ。こんなお前どうすりゃいいんだよ、うん、これどう、完全に罪なんだけど。気分の問題。そう、これはきついね。ダメージ1ってことは、転身KOできるよ。いや、勝てる。ただ、ちょっと運が悪いモードだった。梅本気出してきた。あ、終わった。波動で何割減った？波動強すぎない？波動で8割ぐらい減った。梅さんに対応されたか。なんとかじゃんけん持っていくしかない。持っていくしかない。もうとりあえず EX レッシオで近づいて、梅さんの EX レッシオ。黒猫さんやった梅さんと戦えるの？わら。任せてくれと EX レッシオしない。いや、マジで本当に EX レッシオ。黒猫住民分身の部屋か。ゲージそれだけでいいぐらい。波動の判定大きすぎない？真似つぶくらいにしよ。竹も蹴られないな。この味方結構あるね。ちょっとダメージぐらいに欲しかったような。そうだよね、ダメージ10とかでも。まあ、ダメージ10にすると今以上減るからな。結局飛んでるんだから判定強いし。だからさ、この竜に飛ぶっていう行為自体も怖いんだよね。わかるかね。あのね、キャミーの置き攻めよりこの竜の台足から攻め取るのが怖いかも。本当に馬投げは通さないとダメなんだけど。キャミーの置き攻めより怖い。完全竹はもしかして間違えて気づいてない。まだ気づいてないね。まだこの部屋にふさわしいと思ってる。そう、黒猫抜けないだな。これ抜けたらつまんなくなるから。これつけんなよ、せっかくの松竹梅なんだから。フルコンミスだ。この自由に憧れて。うわ、ないぞ。何この立ち弱系はさっきから出てる。ね、5試合とかやる。梅ちゃんとは6試合やる。棒読み上陸。うわうわ、いいでしょ。だから箱に来たメリットは、
梅さんと戦うよ。あ、立ち尺系で大足すかし。大足すかしなんだ。しゃがない。いや、黒猫抜けんなよ。せめて俺がいる時だけいて。その攻撃はない。ゴーを見せたら、いや、あのね、この竜と戦ったら大体誰も処理されんぞ。梅ちゃんはゴーを見せ倒せない。黒猫話になってないな。黒猫程度じゃ話にならないので連戦した方が面白くない。梅ちゃんが作るのは混雑系のことじゃないな。黒猫は黒猫なんやろ。金立ちじゃっけ。梅ちゃんにさやな、笑首押し。そろそろイラー準備して。インキルは空手だから負けるわけないよな。梅原さん最近エンドレスよくいるよ。あ、これできないんだね俺。ほんとほんと PP 半減するぞこれ。うわー見たこれ。コパスカシ第2章、エミリオ第2章見た。エミリオ第2章今考えた。うわーこっち側ミスるな本当に。もういっちょ。え？まあ、すり込んだね。すり込んだ、すり込んだ。すり込んだだけ。暗い。ああ、出ない。今よかったよな。うわー今度セビちゃんかけたいよね。もうバクって、ごめん。ユニメガの溶け場所売ってますなん。この銀が気に入ってるね。ユニちゃんかけていったのかな。そういう手前のことを思っていた。僕やいて。そうだね。まあまあまあでもいいんじゃない。今更だけど X でしょってガードでもすごいライン稼げるね。そうだから画面端は中和 CX でしょとかいいと思う。いや全然いけんじゃない俺これ。全然戦えてると思うけどな。まあ大勝利当たってたからね。あれだけど。さすがのプロ、皆さんそろそろ勝ちたいだけの14歳になってきた。処理、大、登る。EX 勝利って何を言うか。いや、全然俺戦えてる方だってこれ。マジで。お前、だったら部屋来いよ、このキスな。お前戦ってみろ。もう明らかに別格だから。わあ、カボなんだ。松竹梅です。いや本当にね、やばい。お、わあ、うまい。いやー怖え。姉ちゃんの前歩き怖かったね今。今中足灼熱でしょどうせこれ。あー終わった。お疲れさーん。なんでそれやるかなって。うまい。
うわー、負け、死にに行ったな。うわー、今の大パン勝利、うまい。ドンドンドン、うまい。あ、ある、うまいね。さあ、ここから地獄の手攻め。緊張してんのかな。緊張するよ。さあ、あとワンターン。おお、いいね、やるね。ただし滅多なことはするね、お前。次のラウンド、実際はこの号機、まあ強いかな。強いよ。言ってもアルマスあるし、開けて。何そのお見合いは。アルキメットマスターだよ。弱いわけないし。飛ぶ。うわ、上は出るよ。昇竜。うわー、おい、まさか、まさか黒猫に一度も、まさか、さすがに、さすがにそれは。よし、うわー、危ねえ。もうめった起こしそうだったな今。それでいい、お前はそれでいい、お前はそれでいい。起こしてよ、なんで最後の叩き、わら、めっちゃ緊張、だからなんでその百列は出したのかって聞いてんの。甘え百鬼、わらわら、それでいい。百鬼はダメなのかな。惜しかったな、わら、結局負けか。最後いい感じ、うまく負けた。うまく負けたか、黒猫が。おい、どうだぜ、今すぐ会場の称号あるぞ。さすが黒猫空気読んだな。やっぱ宝ダメか、これまで勝つのはめった。最後うまく負けたな、緊急ならに勝ったかもしれない。いい感じに接戦して負けた。バリーン、おいしい。やっぱ EX でしょうかな。うわー、何入んないこれ。うわー、ちょっと勘弁してよ、マジで勘弁してよ。そういうのは卑怯だわ。卑怯。まあ、勝って。あー、もうそうだね。炭じゃん。え、これ炭じゃなくなかった今。日本で勝ってたよね、多分。ウルコンだったよな。ド密着で当たったんじゃない。ウルコンだったな。なん、多分入った。ウルコン出したら当たった。多分 EX 2勝は分かんない。今日 3対5とかだったよ。いや、むしろ今日は調子がいい。こっからでしょ。そう、松竹梅だよ。
いや、さすがに俺黒猫には多分負けないと思うけど、ゆめちゃんにはちょっと負けるかな。勝率、まあ、30% ぐらいでしょ。いや、40だな。黒猫ボーキには100%上がった。ただ、梅ちゃんには40。ね、いや、でもね、実際そうなるよ。平均したら40あるから、40もしかしたら。桃地健と四股ハゲ牛に勝つのはどっちがきつい？桃地健とか言うんだったら。いやでも実際本当にきついから、これ見てる方はなんでこんな牛に勝てないのって思うかもしれない。まあ、ちょっと棒読みちゃんリセットするけど、異常だよねこれ。戦えば上がるよ本当に。桃地健は積んでた。逃げージあるだけ火力がやばいもん。今用意ってことにはならんのか。わらわら、こんなやばそう。この日の猫ってこの前に絶叫してたと。あと30分で筋トレか。エグセンターの応援に行くとは。あと30分か。何なのこれ、こんな声にいるのか。あんまりってこんだけやってないゲームだったらただの配信とだな。僕梅からは今から弱気にセカンドの空が広いんだよ。無事連敗の話は。いや許して、一回許して。許して。ごめん。暴発。暴発。いやー、お前5秒でこのヘリ。10秒でこのヘリ。許して。いや、暴発。暴発はあるから。ありそうだったな。許してよ、一回ぐらい。梅ちゃん敵横だわ。相手梅だぞ。分かってる。プロゲーマーそんなあの殺せなくないから。ていうかそもそも挑発っていうコマンドがあるんだから使ってよくない？なんでやっつかちゃうの？ね、いやそれはわかんない。断処理わら切れてるわらわら敵横わらわら熱をぶっとけわら梅切れてるな梅原メンタラルわらわら。いやあるんだから使ってたくない。しかも称号とかでもさ、一試合一挑発とかさ、挑発上等とかあるじゃん。ね、いやサードならまだいいって、あの普通に公式は認めてるからね。 PS は見てなかったんだけど、どういうタイミングで出したの？梅ちゃんをピオラスで PA が暴発しちゃった。梅ちゃんがピオったから暴発しちゃった。そう、セリ溜めようと思ったらあの手が震えてさ、強ピーと強キー押しちゃったんだよ。おう、いやセリさんを溜めようと思ったんだよ、ピヨったから。そしたらもう手が震えてシュワシャクのやつやったの。うわー飛び通る、ドン。お前
なんか動き変わったぞ、わらわら。梅さんにこんな演説、これ気になった人は、梅さんの背中に動き変わったぞ、わらわら。だから、別の部屋、ここで進めてる、わらわら、そこから、この終わったわ、梅さんに動き変わった。あ、もうちょいか、梅ちゃん、そろそろ。なんでビビってないよ。なんかみんながピーやダメみたいなこと言うからなんでかなって。もう暴発はしょうがないでしょ。だって確かに機敏になってる。マジレスすると梅ちゃんとは殴れる。梅原に嫌われたら終わりやん。動き変わって全然関係ない竹が処理られてるぞ。梅原と誰かとの出会いを聞いても全部ニュートラルで面白さなく、その逆気ダメだって。ちょっと小顔で怒ってるよ。梅ちゃんは気づきでナメクされたことある。何にも気づいたわ。PA で切れて、何その怒りが黒猫に向いてる。もうすんごい機敏になってる。黒猫に言ってるんだよ、怒りが。PA 強くなってる。黒猫とばっちりだな。だって明らかになんか動き変わってんじゃん、これ。うわっ、さすがに来ないな。うわぁ、うわぁ、いや、この大きさで、しんど。慣れてると思うよな、PA ぐらい。すごい慣れてるでしょ。あー、なんか。うわー、メス。うわー、もうすぐ熱出すよ。いやいや、PA が出ちゃったの。PA が出ちゃったの、気を出してセリやろうと思ったら。いや、きついマジで。ゲージがあるじゃん。暴発じゃないでしょ。上から毎日配信乗ってるよ。始まりもよくなるし、梅面からうまい完璧。てめえ、結構良かったんじゃない今のは。だいぶ我慢したよね。暑かった。めっちゃ、やだな、熱い、熱い、なんだかんだ寄ってくるような、マジ存在するわ。おー、ふぇ、わらわら、じゃあ、バチバチ、中盤めっちゃ熱いな、まあ、真空は何だろう。めっちゃ上は、熱いな、わらわら。暴発なのかな。中盤2回勝ったな。今4対6ぐらいじゃない。今最後よく我慢したね、最後。中盤勝ちすぎでね、勝った、さあ、お互いマジだったな。中盤逃げすぎだよ、わらわら。確定ではないよ。だってガードしてマイナス1よ。当たればプラス1。
今のはここにしとこう。ヤンヤン、旋風暴殺、一斉集団殺ね、集団の関連、わら、さあ、発売してたのに、今のテレビは終わったな、カテリアの出番すげえな、集団の火で倒れんな、集団殺ね、わら、旋風強くに、あれ確定に、最後は使ったな、今のお前の届くない、一応頼むなの、さあ、ちょっとお口直し。疲れた。ここで、リラックスして、次の梅原戦行かないと。ここでリラックス。ちょっとラグもチェックしとこう。いいね、コモレジュ。いい感じ、いい感じ。いい感じです。梅ちゃんに中身が逆らって根実になっとるな。さて、わらわら、梅原と何するのに、あせいや、正論の中盤より全然元気出してね。この子を見る、黒さん、黒猫元気出してね。しょうもない、この試合いらないかもね、処理、この試合いらなくない、この動機に出せない、黒猫の役割とは、さっさと、生み出して、寝返し、お口の落ち、わらわら、色を自分を受け取って迷うんですよ、酒もかして、いや、まだ、黒猫抜けるなよ、絶対、お前。切れるよ、お前、抜けたら。完全にボーナスステージ。この子の水、リラックスおじさん、この子を見る、この子を見ていてこ、完全に下がりました。リラックスして、次の梅ちゃん戦。かかった、猫じ完全にローダイアン、今後練習しようか。さて、今この部屋のやつ、やらってまじ、あびた、それは、あくまでの結婚式なのに見えない。結婚式だね、から、リアステーゴロに、そんなになんだよな、さて、この子のモチベーション効果やばない、言うよ、それも修正、反処理すぎる、さて、今の黒猫、あー、ごめんごめん。あれがお兄さんじゃないだろ、言うだろ、この中で演説だろ、だって、わらわら、お兄さんね、この子を見、あたない、夢を持たせるのは失礼、緊張したかんわ、ええな、壊れたよー、これ、探してよか。ラグチェックの時間、駆け落ち、処理、この動き、逃げ抜けない、あ、いい感じだね、弱すぎ、処理、わらわら、あれ、よえ、あれ、この子のロック解除、はい、やるか、うまっ、わら、運命、まさに、やめろ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 、くっそわろた、わらわら、処理、処理案、黒字が弱く見えるんだが、わら、これくく、元気出してね、処理もうかこ、よっ心じゃないね、処理じゃねえか、わら、手前来月忘れてるよ、いい感じだな、今から電話してお前にされも電光実装とかに譲されとんな、強すぎ、オンラインされも来てまじ、お前にされた調子いいな、それも、ここがルピーアン、これだけ不利だろ、あーごめん、攻めたい処理しないとか、わらわら、どうも見せた本当ねえな、その辺の意見読みひどいじゃないか、それでは、梅なんだろうな、駆け落ちもしかして先輩じゃない、これは気持ちいいな、いや、弱来月でも釣りつってるけど、もうその竹に釣りくらいになってるよ、30分近くなったらそこを見せてね、勉強しよう、おま、お前はどうだよ、突然の先輩のように、わらわら、まあ、メスだよね、なんだよね。わら、気持ちよくされるかかり、梅さんも思わずにが笑い、すいません、合気のストカードとお願いしていいですか、アルマスとかやれば俺でも楽勝でいけちゃう、わらわら、竹は想定に使えるね、いい頼みして、先輩のことに竹落ち、ああ、ごめん、出なかった。違う違う、ウルコン出なかった、ごめん。悩んだんだよ。ウルコンか中盤か。でね、とっさにあんな醤油。それ見てからやってみよう、ハローと待ちすぎ、ビオピアー、鍵とか言ってペンタム突破せーに、うまい、わらわら、黒猫の世界な、わら、どこにいるんだよ、これ多分いない、突然の玉抜けしまくってんな、まあ、出会いなら買わない、玉抜けにデータの世界、ペンタム戦略を中梅さんあったけ、これさっきの出会いだわ、これで梅さんも配信中に、まあまあ、これはもう、勝てた、もったいねえ、もったいねえ、気まずかった、おい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 、あのね、弱小竜とか中小竜ね、悩むんだよね。スパ 4V スラッシュ機能するの惜しかったね。松葉の先に言われたほんと強くなったな。気まずい。わら。ダッサ。勝ち諦め逃した。わらわら。踊れこれ。結局悩んだそれ、立ちコパとかで止まっちゃったしな。皆さんなんだそれ。お前に悩んだ。今、ボヨンちゃんどっか。これ本当に言うかよ。逆転かよ。わら。セリフ。波動拳だよな。すぐな、ほんとに。スコアっつっても黒猫と戦ってるスコアとかもあるから梅原戦だけのスコアは分かんないよね、まあ、結構負けてると思うけど、たださっきの試合はもう勝ったね、ちゃんとウルコン出してたらもうそろそろあと7分外液2章も見せて、いや、そんなお前食らわないから、うまい、うわぁ、梅ちゃん、なるほどね。
うまいわこれは。うまいうまいうまい。終わってるよね。アシュラ狩りの波動にさらに勝った。終わってるわ。どうせ負けるんだよお前。ちょっと負けろよ。どうせ負けんだから。ほら。はい、ちゃちゃっと。そう。うまい。キャッキー来る。上だよね。上は普通に出るよな。確かにな。ちょっと根性出してきたな、竹も。妙に根性出してるかな。うわー、あの白ゲージ持ってかれたな。あー、うまい。うますぎる。うますぎる。黒猫これきつい。教えて梅原デュー。どう？77。きっつい。きっつって感じ。やば、こんな理由他にいないよね。黒猫に聞きたいんだけど。いないでしょ。ランクマだろうがエンドレスだろうがこんな理由は。これだけだよ。マジでどうしていいか分かんない。5000とか6000の竜よりきついよね。見てんじゃない配信は。うわ、ちょっと待って。見てねえか。あ、本当に。いやー、こいつ見てねえ。見てねえな。うち、あの空対空見てないね。適当に出してんのあれ。いや、もうこれ使うしかないでしょ。ちょっともったいないけど、1ラウンド取るためには。もったいないけどしょうがないってこんな。ああ、もうこれ、ま、負ける流れ。いやー、そこ超優秀。ただ梅ちゃんもうゲージはない。はい、でーい。痛すぎる。ただゲージがん有利だこれ。使わせたけど。いや、合ってないけども。あー、ごめん漏れた。あー、地獄。いや、見捨てたよ。一回見捨てたよね、大ボスから。いやー、まあよく爆発したね、あそこ。あと1試合ぐらい。そう、ミスって真空も漏れたよな。勝負コマ投げね。いや、もうさすがにこれコマ投げするしかなかったじゃん。まずあれ爆捨てするやつなんていないからな、本当に。起き上がりコマ投げっていうか、コパン暴れからコマ投げは
めちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強いんだけども、これを回避するなんていないぞ。プロゲーマーズは食らうレベル。うまい。ああうまい。そうだね。いや多分ね、でもロスタイムが大体3分ぐらいあるから。でね、もう24分ぐらい。まだこれ終わんないでしょ。うまい。食らう。もうここのリスナーだね。俺この人とあれだよ、新宿2オンでタッグ組んでベスト4だったよ。面白かったなあ、けど大会。冷血さんに勝ってくれたぐらいかな、仕事したのは。あ、逆に投げ返される。違う、あの新宿2の2っていう結構すごい、結構混んでた。西金と、その時だ、西金とね、誰だっけ、そこら辺の人。うわ、死ぬ。そうだね。石金も極さんもいたよ。あと黒、あ、黒剣。ラス1。ラス1。お、見てなかった、ごめん、見てなかった。見てなかった。あと1試合。みんな俺コメントギアしか見てなかったわ。あ、なに、セビ見てから灼熱やったの。生灼熱熱。タイムシフトで見とくわ。1時間20分ぐらい。パナしまーす。パナ。うわー、うまいねー。ちょっと繋がんなかったか、俺コパン中間。そういや覚えてないじゃん。使うんだ。いや、いて。あ、出ない。投げはめ。投げはめ。どこ芸術かを。あ、痛い、ごめんごめん。おい、なんで弱印象出ないの。ドンドンドン。ね、
いいんじゃない？見てから。さすがにもうないよね。あ、そうだよね。ないよね。なかったか。まあまあまあ。